意志を貫く。 夜でこそ輝け、涙よ、露呈し、希望の星へ。反対、ごめんなさい、邪魔です。この一戦に全てをかける。 魂も、それぞれ味が違うんだよ。特に若い子供が美味しいんだよね。どこかに、あ、いた、いた。センさん、なんで。まだや、飲み込まれたんやったら無事かもしれん。消化される前に倒して助けるんや。あ、こいつおかしいんちゃうか。 早く倒さないと。センさんが。父さん、父さんは悪い人に罰を与えるんだよね。もしそれが間違って、いつも考えてるよ。相手の心が覗けない以上、だから父さんは、 仲間が一生懸命集めてくれた証拠を信じ、国が定めた法を信じる。もし何か事件が起こって、私が犯人だって証拠が見つかったら、法に従い罰を求刑するだろうな。娘でも、私が違う。ああ、母さんにはまた嫌われるだろうけど。 正義。ここ、臭くて生暖かくて、何、恵みません。姿は見えなくとも、わしの声が聞こえとるかの。<笑>僕の声聞こえている。何者だ。我らのことなどどうでもよい。聞こえておる。契約して、 わしらの代行者になる気はないか。姉ちゃんと心ちゃんは、契約を結び代行者とやらになれば、私も悪と戦う力を得られるのか。契約は変国で戦うための許可証のようなものであって、その力を引き出す手助けをしてやろう。代行者になるならな。<笑>その代償として、体に消えない紋章を刻んでもらうがの。
16歳の女子高生には少々重たいな。やめ。今も戦っている二人と罪のない魂のことを思えばいいだろう。契約を結ぼう。信じた正義を貫くために。契約成立。貫き通せ、ソクラテス。喉は潰した。もうこの子たちを食べることはできないな。腹の中で何があったんか聞くのは後や。勝機は今しかない。頼みます。引き受けた。メイドの土産だ。じゃあ、はっ、終わりだ。はめ、落とす。邪魔だ。
上げだ。そこまで。満足しまった。